と何やろね。あと16か。パート16です。どうも。テラゾーです。ポー。ちょっとテンション上げようと思って頑張ってみましたけど、方向性間違えました。では引き続き、先に進んでいきましょう。まあ、いろいろ飛ばしてきている中ボスもいるので、まあ、どのタイミングでその中ボスをね、倒そうかみたいなのちょっと悩んでいるところでもあるんですけど、まあ、ここの家は触れなくていいか、今回は。イエーイということですぐボス戦。こいつも何も使わないで倒すか。で、行きたいな、今回は。はい、ブーン、ブーン、ブーン。こいつ、相手にしない方がいいよね。基本。あ、まだ来るやつ、それ。あ、そっかそっか、その後来るんだっけ。ソーリー、ソーリー。かなり久しぶりのものでね。そう。最近ボス戦やってない。ちょ、ダメじゃん。抜けれなかった。抜けれんのかーい。急に破壊層とか言われても、誰って感じなんですけど。ぶっちゃけ言おう。俺最近あんまり周回してないから、ボスとか忘れてるからね。この動画シリーズ始まってから、ボス戦とか全くやってないわけ。まあ、前半のボス戦はね、一応始まってからそんな時間も経ってないから、あれだったけど。まあ、中盤以降のボス戦に関してはあんまり知らんよ。ちなみにこれガードするとどんぐらい減んのかな？カーン、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 カーン。結構減ったかな？いやー、ちょっと一発重。一発重。きついなー、これ。いや、アイテム使った方がいいかな。アイテム使えば割とね。お、何それ。当たってないけど。おい。ダメか。そのまま攻撃しようと思っちゃった。あっさり殺される。般若の面をしています、この人。よく見るとね。はい。一番最初に絶対にこう、ぐるぐる回りながら5連撃してくるんだけど、微妙に感覚が違ってさ、あのぐるぐる回るやつ。全部弾くの結構、立て続けに全部弾くっていうの難しいと思うんだよね。来い。え、3回だけ？何それ？初めて見たんだけど。そんなことあるの？月。カーン、オッケー。いやー、バカー！マジか。そこ月来るんだっけ？そっか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 。切ります。ガード？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 ガード。ちょっと早いんだよね、最後。一発。ガード？ガード？はい、月。おー、結構切るぞ。ジャンプ？あ、先方客忘れてた。近づ、あー、でもすごい早く回復しちゃうね、こいつ。そっか、体力削んなきゃダメなのか、結局。いや、マジか。その後、蹴りは入れらんないと。あ、先方客微妙か、こいつに対して。おそらく先方客の後の隙、後隙にこっちに一撃くらい入れられちゃうかな。じゃ、ダメか。ミスったー、ちょっと痛い。前ついてきましたやん。なんで俺ジャンプしたの？ついてきたにしても。いや、わかんね。わかんないわ、それ。わからんねって、ちょっと。無理ー！これ無理ー！いや、まず体力削る必要あるな。こいつは。うん。体力は削んなきゃいけないんだよ、こいつは。でもめちゃめちゃ硬いんだよね、この敵。いや、難しいね、これ。タイミングが取りにくいね。いやー、今切っちゃったせ。いや、マジでこれ、やっぱ、ダメージ当てずには無理だな。しら当たった！いや、ダメだ。先方客はダメだ。先方客は後隙が大きすぎて。使えないぞ。本当に。はい、終了。どうしてしてくのタイム。ああ。もう。なんか、体感が、回復する、速度に勝てないからな。え、知らないそれ。そんな技あんだ。なんていうか、僕、
こう普通にプレイしてるのと違うのはもうずっと喋ってなきゃいけないということですから、基本実況プレイヤーのこの、しかも初見じゃないプレイヤーの縛りプレイの最も過酷な点はずっと喋りながらその成功テイクで喋ってなきゃいけないっていう、時々難しい程度だったら喋らなくてもいいんだけど、毎回難しいから喋らないと毎回喋らないことになってしまうのでだから喋んなきゃいけないのよ。はい、ちゃんとこいつさ攻撃当ててる気がしてても全然攻撃当たってない場合あるから。ああ、今の言い方良くないね、全然良くない。死のうかと思っちまう、死ぬかと思っちまう、死のうかと思うな。もう一発でいいや、二発目当たんないじゃん、だって全然当たんないじゃん。俺一発目すら当たんない。おい、一発当たった、 OK。 それいけるか、いけた。あ、いけねえのか、それも当たってないからね。当たってる、おい、ちょ、弾くのを拒否しすぎか、俺弾いてかねえとダメかな、動画の見栄え的に。俺も全然相手したくないんですけど相手したくないのよ、この人。相手にするだけ損だから。そうは思いませんか。1、2、もう一回来る、よし、1、いける。あー、もう当たらん。1、いける、いけねえか、もうくっそ、もうそこでしょ、1、そこでしょ、いけた。そう、結構当ててるぞ、距離を見誤るな。これ夜中切りとか使えばもっといや、余計なこと考えんとこ。怖い、それでしょ、いいじゃん、それでいいんだ、その戦い方で。それでいける、1、クソ当たらんな、引くな、こっちが攻めて戦ってるんだから。2、3、4、ほい、OK、3回当てれるじゃん。ちょ、怖いな、ちょっと怖かった。あ、嘘、そんな急に普通の月ビビっちゃったよ。1、2、もう一回来る、ほい、1、2、3。あー、どう、もう弾いていくぞ、もう一発で死ぬって分かったら弾いちゃうぞ、それ当たんないから。それ危なっ、ついちゃうぞ。はいはい、もう一回来るね。はいはい、もうここまで削ったらこっちのものでは体幹回復しないでしょ、マジで。3、4、ほい、 OK、 これ後ろ下がれんの、オッケー、いいよ。あと弾いてこよう。いや、もう、弾くの怖いんだって、もう、一発食らったら死ぬんだから。いけるっしょ。ここで ?1、2。なんか卑怯臭いような気が。まだいける。まだいける。握ればいい。これが成功法なのよ、お前の。終わりだよ。勝ちました。何も俺はずるいことはしていない。こいつが悪いんだ。まあ今回はこれぐらいで許してやる。もう二度と出てくるんじゃねえぞ。もう二度と現世に顔出すんじゃねえぞ。勝った。なんかよくわかんない犯人の人倒しちゃった。これでよかったんだろうか。こんなしっくりこない倒し方で動画盛り上がるんだろうか。安心してくれたまえ。再戦がある。そこで腕の違いというものを正式に見せつけてやろう。ということで、先に進みます。うわー、なんかすごいとこがあるー。はい。めっちゃ光ってるー。何これ。親鳥石。匂いがするらしい。へぇ、好奇を生む。これなんか人間の体の中から摘出されたっていう設定なの？
怖いんだけど、こんな、尿結石が出てきたら、どこから出てくるのか知らんけど。尿結石っていうからには、尿結石とは誰も言ってねえよ。なんかね、綱みたいなのが上から垂れ下がってんだよね。まあ、とりあえず、巫女様の求める石は手に入ったようなので、戻りましょうか。ここから戻んない方が、まあ、帰り仏でいいか。ちょっと一旦編集してみて、納得いかない場合はもう一度戦おうと思います。納得いくやろ。納得いってくれ、その戦い方で勝っても別に。そのズルしたわけじゃないんだから。ズルだよな、でも今。ハメっぽかったな。ちょっとハメっぽいの、ハメっぽいのやめた方がいいかな。くの。しかし俺は更新しなくてはいけない動画を。しょうがね。じゃあ、巫女様のところに行こうと思ったらなんか全部行けなくなってるみたいなことで、なぜか行けなくなっています。畜生、何が起こったんだ。前回までで源の子も集め終わって不思議も手に入れたので、あとは素材はもう集まったってところだったんでしたが、忘れてたとんの。交代の刻限などとうに過ぎておった。俺が来たぞ。ちゃんと見張っとけよ。てかここ別に見張っとらんやん。いつも。ということで誰も来なくなっているのはなぜなのでしょう。ひえー。見てよ。見つかったっすか。ああ、見つかった。なんか変な人が攻めてきたみたいです。忍び。ということで、アシナ城が何か変な勢力によって攻められているみたいなので、ちょっとお堀の中から向かっていきましょう。そう、前回で、ね、潜れるようになったんで、まあなんか進みやすいルートができてるんで、そこからまた同じルートをたどって天守に行っちゃいましょう。ガン虫で OK っていう。なんかあんま進みすぎると戦えない中ボスとかいるんだっけ。あんま考えずにやっちゃってるせいで、もしかしたらデータ巻き戻らなきゃいけない事態になったりするかもしれん。はい、まだ傘取ってねえな。そう、傘取ってきた方が良さそうだな。まあいいや、このボスは先に倒そう。じゃあ傘は後回しす。今回もくぐつ回しでなんとかするか。さあ行くぞ。えい、頼んだ。行け、いて、俺にも当たってるから。俺死ぬから。もういて、お前が殺すんかい。巻き込まれた。いいぞいいぞ、今だ今だ。そろそろ切れるか。お、そっちじゃない。そろそろ切れちゃう。もう一回お願いしますと。使い回し。いけ、大丈夫だ、体力的にはいけるはず。全然まともに戦ってない。くぐつ回し使ったらこうなるわ。いやーもう不本意だー。ダメだ、くぐつ回しやめよう。やっぱ格段に強くなってる気がするな。いや、攻撃力が強いとかだじゃなくて、その攻撃パターンが増えたことにより強くなってる気がする。あかん、それ。おい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 、あぶねえ。もう毒死を警戒しすぎて、それがうまく恥さばけなくなってる。やばい、ガード。なんでだよ。なんで今ガードできなかったの。もうえいえいえい、そしてほい、似てるな。ほいほい、危ねえ。倒せ
やばい、なんでこんなところに、なんでこんなところ来ちゃったの、なんで外しちゃうのそれ、なんでそんな入れ替わるの、あかん、あかん、なんとかなってるけど、なんとか一本、よし復活したぞ、回線の力が復活したぞ、復活よくわからん、とにかく視点が悪い、おちょ間違った、それ絶対違う、それいや見えねえ、見えねえよ、よしここだ、ドン、ミスるな、オッケー勝った、イエーイ、綺麗に勝てた、嬉しい、いやマジでなんで戦っただけでこんなドタバタ、もう襖全部壊す、あーつれーつれーけど楽しいな、なんとかなった、はい、ということで外に出れるようになったわけですけど、ちょっと傘、あっちょ、しまった、びっくりした、そういえばいたんだった、傘取ってこよう、ここって来たんだっけ、なんか来たような来てないような、この下にまだいるよな、多分いなかったらどうしよう、いねー、宇治名さん、いなかったけどタダでもらえた、そっかタダでもらえるんだ、宇治名さんのストーリー進めようと思ってたけど、まあいっか、傘なんていつも早々に取るから、今回傘いらねえやつって取らないでいたら、ムジナさんいなくなっちゃった。まあ、いっか。イベントキャラがいたんだけどね。うい。善意を収めることで。勝手に持ってっちゃダメなの、これ。くれー！二つ買って。普通に買った、こっち買った方が、よかった。ちょっと値段高くなってんだよね、多分ね。まあ、いいでしょ。あとなんか言っとかなきゃいけない中ボスとかいたっけ？今のうちに調べておいた方がいいな。一旦切る。